Hey, so now on to episode 10. And I can't wait to see what kind of plan Light comes up with to deal with L, because like now we can't kill him because it'd be too obvious to see like the battle of the two smartest guys in the whole school, or at least in their freshman class, deal with each other, going to the same school and everything. しかし驚いたよ、リュウガ。親睦を深めるために突然テニスなんて。私はイギリスのジュニアチャンピオンだったことがあります。ここで国籍はイギリスと聞けばキラだから探りを入れてると思うのか。リュウガはイギリス育ち？イギリスには5年ほど住んでいましたが、そこからエルの素性が割れるようなことは絶対ありません。これはあくまでも親睦のテニス。キラかどうかの判断材料にはなり得ない。しかしキラは負けず嫌い。なあヤガミ、この事件が明るみになってからもう4ヶ月以上も経つ。お言葉ですか次長、キラを恐れて尻尾を巻く警察が有能だと言えるのでしょうか。で、今の捜査本部が何人になっているのかご存知の？エルはどうなんだ、信用できるのか。我々よりは有能だと思われます。今も命を懸けて自ら動いています。向きになって勝ちに行くとキラっぽいか。だからといってわざと向きになって勝ちに行くとキラっぽいと思われるから、わざと負けるところがまたキラっぽいだろ。だからテニスでも僕が勝つ。ゲームカウント4ゲームズオール。いつの間にか審判やラインズマンまで。 Yeah, that's true。ヤガミライトってどこかで聞いたことあると思って調べたら、2002年と3年の中学生チャンピオンです。じゃあその中学チャンピオンと互角に戦ってるリュウガ君って何なの？このテニスをしたことでお前は私がまた一歩お前に踏み込む準備をしたと考え、そしてお前は僕にキラしか知らないことを言わせようとするだろう。しかしお前は先にこっちの捜査状況などを見せ、まず自分を信用させろと言ってくるだろう。だからこれからお前が私に要求してくるのは、お前をエルだと証明する有力な第三者との接見、捜査本部に連れていくこと。さすが八神君、負けました。私は八神君をキラじゃないかと疑っているんです。 He has no chill。 いえ、疑っていると言っても 1% ぐらいです。 1% か、うまい言い方だ。たとえほんの少しでも疑われているなら、僕が捜査本部の者に合わせろと言ってもダメだと言うだろう。釘を先に刺されたということだ。この喫茶店は僕のお気に入りでね、この席に座れば人に会話を聞かれることもない。私はこの座り方でないとダメなんです。一般的な座り方をすると推理力が 40% 減です。で、私に頼みたいことって、こちらをご覧になってみてください。この3枚はキラが刑務所内の犯罪者を操って死ぬ前に書かせたと思われる文書の写真です。写真の裏にプリントナンバーが入っている。これに気づかず、エル知っているか、死神はリンゴしか食べないという、キラが読ませた通りの文書を作ったら、だがこの程度の暗号を解いたところで僕がキラだという証明にはな。エル知っているか、死神はリンゴしか食べないかな。エル知っているか、リンゴしか食べない死神はだ。不正解です。え、実は4枚目の写真があるんです。これを加え、エル知っているか、リンゴしか食べない死神は、手が赤い。フェイクだ。この4枚目は僕が犯罪者に書かせたものではない。こいつ、死神なんているわけないし。どうやって確かめますか？一般には報道されていない、キラにしか知り得ないことを相手に喋らせる、今リュウガがしていることだ。今と同じ質問を何人かの刑事にしたのですが、答えるまでに数分考えるものがほとんど。しかし八神君は瞬時に操作する者と話をする時のキラの立場で考えられた。あまり卓越した考え方をすると疑いが濃くなるみたいじゃないか。はい、 3% に。私はたとえ八神君がキラであっても、八神君に捜査協力してもらえればいい立場にあるんです。僕はキラじゃないから、キラに殺されるのはごめんだ。第一、
龍河だってキラじゃない証拠は何もないんだ。片方が取り調べまがいなことをするのはおかしいだろう。True。 しかし龍河がエルだというのならその証明はできるはずだ。よく喋るな八神ライト。負けず嫌いの典型だ。もしかして本当に八神くん、父が心臓発作。本当にただの過労なんだろうな。ああ、正直倒れる瞬間キラかと思ったが大丈夫だ。すべて話してあります。私がエルであることも。そうだ、彼がエルだ。第三者に分からぬよう我々は龍崎と呼んでいるが、ここからはじっくり探れば。とにかく今は父を心配する八神ライトだ。疑いといっても本当にわずかな。そしてキラを捕まえて僕がキラじゃないことを証明してみせるよ。ライト、お前はこれから勉強して警察庁に入るんだ。その後でも遅くないんじゃないか。父さんにもしものことがあったら僕がキラを死刑台に送るって。この息子がキラであるはずがない。とても演技だとは思えない。アロハ。演技だとしたら臭すぎる。キラは悪だ、それは事実だ。しかし最近私はこう思うようにもなっている。悪いのは人を殺せる力だ。そんな力を持ってしまった人間は不幸だ。どんな使い方をしても人を殺した上での幸せなど真の幸せであるはずがない。迷惑をかけたが、できるだけ早く私も復帰する。何か僕がキラじゃないと信用してもらえる方法はないか。八神くんがキラでないのならそんなことする必要ないじゃないですか。キラだと疑われる人間がどんな気持ちか考えてみろよ。最悪な気持ちになりました。だから例えば1ヶ月間僕をテレビも何もないところに入れて誰かにずっと監視させておくとか。そんな人権を無視したことはできませんし、何よりも疑いのかかっている者からの案を取るのはナンセンスです。キラでないのならそのうちわかることです。それに今日の八神くんとお父さんのやりとりでキラでないとも考えました。ではお父さんをお大事に。僕が戦ってきたエルはあいつだ。本当の名前は八神ライト。キラではないのか。僕はノートを拾ってこの力を得たことを、不幸だなんて一度も思ったことはない。この力を得た僕は最高に幸せだよ。ノートを持ったことでライトが幸せだろうが不幸になろうがそんなことは俺はどうでもいい。普通は死神に疲れた人間は不幸になるらしい。じゃあリュウ君は普通じゃない方のパターンを見られるよ。ネタがなきゃガセでもいいから自分で作れっつうの。ジャーナリズム。なんだこりゃ。キラから全世界へのメッセージ。放映に逆らうようなことをしたら記者の社長から殺していくことになりますってよ。 This is certainly an interesting episode. Like, different than most. It had a lot more sitting down and talking than most others. There wasn't really any like Death Note involvement in this episode. Not a whole lot of time spent on Ryuk and Light. It was just about Light and L just talking, figuring each other out.And I liked how during like a tennis match, L was thinking, you can still like act like you want to win and all that, because everybody wants to win when they're challenged and everything. And then Light's just like, should I do this? Should I not do this? But if I don't do this, what if he expects it? But if I do this, what if he expects it? Like, he's doing exactly what L wants him to do. He's doubting himself and he's like, he's focused so much on trying not to prove that he's Kira, that he's inadvertently proving that he's Kira in a way. He's upping the percentage. And the fact that he won,I'm thinking, is that maybe like a foreshadowing of what's to come between Light and L, you know, like the outcome between those two? And the fact that it turns out he's actually rich because he has a limo, a driver, and then like the people around him are just like, oh, what a jerk. I'm like, why is he a jerk? Because he has a limo and he has money? Like, why does that make him a jerk? And then when they went to the cafe and then Light's like, oh yeah, you know, nobody can overhear us. And I'm like, those walls that are around you, whatever, they aren't that tall. People could still probably hear you if they wanted to.But then again, they weren't talking about anything like too serious. But still, I'm like, that isn't very secure, you know? And then the whole like message decoding where Light is still doubting himself. He's like, like, should I say this? Or should I be like, oh, I don't know. And like, or maybe that's what he thinks I would say if I'm Kira. And I'm like, damn, like, he's really got Light in this whole like self-doubt situation where he doesn't know how to act. Cause he's like, what if this makes me suspicious?
And then when the phone call happened, when they both got calls, I'm like, you know, it's kind of weird. And then when L was like, Light, you know, like your dad, he said heart attack. And I'm like, did Light cause that? Did he, like, before they went to the cafe or whatever, did he write down his dad's name to give him a heart attack right now that isn't fatal, hypothetically? Like, in 50 years, then give him a heart attack that'll be fatal, you know, like that? Because he didn't control, like, time of Jeff and everything, so, like, why couldn't that be a possibility? I'm assuming it is. So that's why I'm like, maybe he did this to prove that he isn't Kira, because, like, who would do that to their own father, you know? But I guess I was wrong, so...